朗読ワークショップセロ弾きの合祀は新型コロナウイルスの影響により延期となりました。日を改めて開催します。開催に向け PR 動画を制作していました。公開直前でした。せっかくですのでご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。カタリンボストーリーテラーのゆりです。皆さんは宮沢賢治はお好きですか？セロ弾きの合祀という作品はご存知でしょうか？このセロ弾きの合祀、朗読と演奏の組み合わせではとても人気のある演目なんです。実はこのセロ弾きの合祀の朗読のワークショップを開くんです。先日、音合わせの練習会をしてきました。その様子を少しだけご覧いただきましょう。次の晩も、合祀がまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを弾き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎても、合祀はまだやめませんでした。いかがでしたか？チェロの音色がとても素敵に響いてますよね。この朗読ワークショップ、セロ弾きの合祀は、3月10日火曜日午後2時から開催します。場所は目黒パーシモンホール第一練習室です。東京都目黒区にあります。東急東横線都立大学駅で降りてください。この朗読のワークショップですが、聞いて参加して楽しんでいただくコンサート形式となっています。第1部では、聞いて楽しむ朗読コンサートです。私が最初から猫の出てくる場面までを朗読します。もちろんチェロとピアノの演奏付きです。第2部ではアナウンスレッスン、そして朗読のワンポイントをお伝えします。参加者の皆さんにはこの第2部できっちり練習していただきます。そして第3部では参加者の皆さんが読んで楽しむコンサートです。チェロの演奏とピアノの演奏とともにコンサート形式で発表していただきます。朗読は私山崎ゆりです。そしてチェロは山口明弘さん、ピアノは増田玲子さんです。入場料参加費は3500円となっています。お申し込みお問い合わせはカタリンボまでお願いします。朗読が初めてという方も経験者の方もどなたでも参加することができます。それでは3月10日にお待ちしています。それではまた。